皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます大泉太と申します。どうぞよろしくお願いします。吉崎美香子と申します。よろしくお願いいたします。美香子さんの前のねトレーニング以来だね。お久しぶりでした。お久しぶりでした。通われてるそうで。そうなんですよどうですか、今ですね、体の調子。いやこれねこの前登山やったの、手根山ってとこ登ったんですよね。あれこの手根山すごいです。途中ね岩場あってして、そこをよじ登るようなところがね、はい、何百メートルも続くの、あれ行ってなかったら多分ねちょっと無理だったなと思って。悲鳴はもう上げてないんですか。上げてない。あ今日ね新しいメニュー入ったね。上げた新メニュー、横田さんも通ってるっていうしね。そうなんだ。じゃあ やっぱり私も混ざりたいです、ぜひ ね、はい、もう行ってください。あの放送を見ていただきたいんですよね。大泉さんが最初どれだけ悲鳴上げてたかね。それあれは見なくていいですね、シリーズものですもんね。俺誰にも言ってないからあれ誰にも言わない、ちょっとね恥ずかしい所属でしたね、はい、面白かったです。いやいや、今日はですね、ゲストにノースヒューマンザセラビーの矢崎梨沙さん、センター長ですね、はい、で訪問看護ステーションのセンター長に来ていただきました。よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。美しい、見とれちゃう。私横から見ても前から見ても美しいんです。あの鼻が高くてびっくりしてね日本人ね、誰かハーフなのかなと思ったら純粋なね、純粋な、はい、日本人です。あ、言っていいですか。いやどうぞどうぞ。チューするときちょっと、あそういうことね、違うなと思って、かわいいな。あそういうことね、これには突っ込めない内容ですね。すいません、ごめんなさい。これセラビーってどういうこと。セラビーって、あセラビーって、フランス語なんですよね実は、で最初、響きですごく考えてたんですけど、実は意味がこれはこれが人生っていう意味でして、でフランスでは結構あのマイナスに使われることが多いんですよ。セラビー、はい、なんか人生って結局こんなもんだよなみたいな感じの、あそういう意味なのね、意味が実は多いんですけど、その中でもやっぱり人生って本当にこういうのがあるからだから人生みたいなプラスの要素も結構あって、私は患者さんとかにそっちの方を着目してほしいなっていう思いがあったんで、ちょっとあえてその響きも含めてセラビーっていう名称を選んだんですよね。だってこれね訪問看護ステーションってことはね、要は病気で動けなかったり、ね、そういう介助が必要な方たち このケアをされてるってことでしょ、はい、そうですそうです、ね、それも人生だってことですね。そうですね、それも人生なんで私たちが、その方の人生の一辺に携わらせていただきたいなっていうのがあって、それをちょっといい意味でこれが人生なんだけども大変な人生の中でも幸せな一辺があるっていうのを感じてほしいなって思いを込めてちょっとこういう名前にしました、いいですね。あの、自宅でね俺も絶対病気したり寝たきりになったら自宅がいいなってね、はい、まあ、家族がどうなるかちょっと、ね、どう判断するか別として、やっぱ自宅にいたいなと思いますからね、本当にね増えてますよね、あのお自宅で家族と一緒にこう最後を迎えたいっていう。だけどそれが ねなかなかこう矢崎さんみたいな人がいてくださらないとできなかった。そうだね、そういうものが発達してこないとね、いいじゃないですか。で特にね今回は矢崎さんにはあの小児科のねその訪問看護ステーション、特に小児科にこう子どもさんに力を入れてるってことで、はい、あそれはちょっとあんまり聞いたことがないなと思って、今回お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあセラビーってねフランス語だってフランスにいたことがあるっていうね、ちっとびっとですけどね、はい、ワインの勉強しに。だからちょっと不思議な名前だな、不思議だなって思ってたんですよね。おっしゃる通りこう前向きな言葉ではない時に、前向きな時じゃない時に使うことが多い言葉なので、だけどその理由を聞いたら納得はしたというか、そうですね、いい名前だなと思って。いやでこのね黒いこのユニフォームって珍しいですよね。あそうだね、これ実はその国境なき医師団で作ってるスクラブで、一着買うごとにちゃんと寄付が行くっていう風になっていて、これみんなこのユニフォームなの？うちはみんなこれにしてますね。そうなの、はい、なんか黒い真っ黒のって珍しいなと思ってね。結構ちょっとかっこいい感じのスクラブが好きで、やっぱり医療系だから白が多い中、黒ってそうだよね、すごい引き締まってるんでかっこいい感じがします。引き締まりもちょっと意識してます。あやっぱり黒、まあ見た目もね大事ですからね。かっこいい、だから今日車でね待ち合わせして降りた時に、あれ制服で来るって言ったのに普通の 着替えなのかなと思ったら制服だったの、全然わからなかったもんね、
いやいや、いろいろと思いが詰まってね、はい、ね、うん、いやちょっとね、その訪問看護のこといろいろとお聞きしたいなと思って、はい、うん、これ内容を見るとね、健康状態の観察とかってそういうのも入ってるんですね。そうですね、うん、訪問、多分訪問看護って聞いても大体皆さんそんなにイメージはすぐには湧かないと思うんですけど、うん、簡単に言うと家でも医療処置が受けられるっていう感じですかね。一応私たちは先生の指示があって一応動いてはいるんですけど、そうですね、病院にそんな頻繁に通えなくなってる人たちとかに病院と同じようなこうケアができるように私たちがフォローしていくっていう感じなので、本当に病院とかと一緒に連携組むっていうんですかねっていう感じで、まあ、いろんな部署と連携しながらその患者さんをサポートしていくっていう感じになってます。ステーションっていうのは病院と連携してやってるっていう、うん、あ、そうですね、そういう感じなのね。これ、うんうん、どうぞ。いや、小児の方も、はい、小児の方が多いんですか。うん、今は大体同じぐらいの、はい、なんかこう看取りだとどうしてもこう年配の方を想像するんですけど、はいはい、小児だったら親御さんとかのケアとか親御さんとのこう向き合い方って、そうですね、結構大変なんじゃないのかなって。それも私は結構すごく大事に考えてて、うん、やっぱり全てお子さんだけではなく、うん、意外にその家族の問題も抱えてたりはしてるので、もう本当にトータルでケアをしていかないと、うん、家族が持たなくなっちゃうっても結構あったりするので、うん、ああ、なるほどね。家族のレスパイトも含みって感じですね、うん、小児科に関しては。こだってこれ重度の心身障害児とかね、うん、医療的ケア児の看護ってなかなか大変ですよね。そうですね、うん、やっぱり結構重たい方でしょ、うん、と気管切開されてる子とかもいますし、うんうん、脳性麻痺のお子さんとかもいますね、うん、なぜねこの訪問看護を始めようかと思ったのと、でその小児科にねちょっとこう少し力入れていこうっていうのは、はいはい、なんかあったんでしょ。その、いや、私自身が、うん、幼稚園ぐらいの時にすごい病弱な子だったみたいで。俺もそうなの。あ、そうなんですか。そうなんです。ちょっと待ってくださいね、笑っちゃった、ごめんなさい。なぜ笑いが出るのかね。ごめんなさい、うん、俺結構虚弱だったんですよ、はい、私幼稚園ほとんど行ってないんですよね。あ、そうなの、はい、弱くてなんか20回、もうそこ親から聞いた話ではあるんですけど、だいたい1週間に 1回以上病院に行ってたみたいで。あ、そう、喘息持ってた、小児喘息持ってたんですよね。俺もそうだったんです。本当に、うん、共通点がありますね、結構ね。そう。そうなんですよ。で、それで、風邪こじらしたらすぐ喘息に移行しちゃって、うん、1週間に1回以上は近くの個人病院にずっと通ってたみたいなんですよね。で、たまたまそのある1週間、私が何ともない日があったらしいんですけど、うん、逆に病院から電話かかってきて、うちのお母さんの方に生きてるかどうか聞かれたぐらい。あ、そうなの。すごい常連だったみたいで、はい、来なかったらその心配されるんだ。来なかったら逆に来てないけど大丈夫かって思われたらしくて、それが聞く、うん、はい、で不思議と子供の頃から多分入院してると消毒の匂い苦手になってくると思うんですけど、うん、私はすごく好きだったんですよね、消毒の匂いね。大嫌いだったもん。嫌な病院来たっていう感じね、うん、独特の匂いですもんね。そう、あ、うん、そうなの。私はなんか結構安心するというか、ああっていうのがあって、うん、なんかそこもきっかけでしたね。不安なね、子供さんの気持ちも分かるだろうしね、はいはい、うん、そうですよね、うん、そうだ、だってうまく大人みたいに伝えられないじゃないですか、子供って、はい、そうです、だから、うん、そうだ ね読み取ってくれたらすごく心強いですよね、うん、なんかほら小児科のねちょっと有名な先生とか、ね、仲いい人いるんですけどね、やっぱりなかなか小児科の先生をやりたがらない人がね、うん、病院の中ではね、はい、どうしても外科的なものとか、だから小児科に、ね、なるお医者さんが少ないようなこと聞いたことあるんですけど、うん、どうなんですかね。多分経過がすごく長かったりとか、うん、あと大体お母さんたちとの家族との関わりもやっぱり先生たち大変かもしれないですね。でしょうね、うん、大変だと思いますね、うんうん、やっぱり今なかなかね子供にすごく手をかける親が多いじゃないですか、はいはい、うん、うちも子供たちねみんなバレーボールやってたんですけどね、やっぱり親との関わりってね結構気遣いましたからね、うん、他のね、うんうん、チームメイトの親とか、うんうん、まあ大体お父さんは仲良くなるんでね、
いつも飲んでるんですけどねちょっとなかなかねやっぱり気遣いましたんであれ病院とかねそういう治療とかっていうと、うん、なかなかね、うん、ちょっと繊細なものが必要かなってそうですね、うん、生まれた瞬間からやっぱり病気を抱えてる子を一生育てていかなきゃいけないってなってる親って、うんまあ、普通の気持ちではやっぱりいられないなとは思うんですけど、うんうん、でも365日離れないことが正解ではないじゃないですか、うん、もうお互いになんていうんですかね親も多分疲れ切ってしまうと思うので、うん、そこはなんか私たちがサポートしてちょっとでも休める時間を作ってあげたいなっていう気持ちもやっぱあって、うん、なのでお子さんだけじゃなく家族も含めてやっぱケアしてあげたいっていう気持ちで小児科それでも助かるよね家族としてはね、うん、だってずっとですよ、うん、もう変われるものなら変わりたいって、うん、きっと親ならね親御さんなら思うけどどうにもできないもうずっとですよお子さん生まれてからっていう方がきっと多いですもんね夜中もやっぱついててとかそうですね、いやそうです思い出したけど大阪でね知り合いの方がね子供さん生まれてるからずっと脳性小児麻痺で、うん、ちっちゃい時かなそれで30いくつでお亡くなりになったんですけど、うん、やっぱお母さん寝てないからねいやそうですよね、夜中にずっと、そう、で、夜中何回もね、起こされてね、いろんな処置したりね、うんうん、で、その後ね、しばらくね、体調崩されてた、うん、お母さんね、だから、なかなかね、自宅で見るっていうのも大変だなと思って、いや、そうですよ、うん、でもね、その方はね、本当、悔いないって言って、はい、もう私ができることはすべてやったので、うん、悔いないですってね、本当にきちっと見送られてね、うんうん、だから、そっか。うん自宅で見るってね、すごい大変なことですよね。ずっとですもんね、うん、365日24時間、ずっと、うんうん。まあでもね、やっぱりそういうサービスをされてる方がいるからできる話じゃないですか。そうですね。うん、なんかこう忘れられないエピソードとかないですか？たくさんありすぎるんですけど、うんまあ、例えば今、小泉さんおっしゃってたみたいに、うん、生まれた時から病気抱えてて、まあ、そこは、お父さんお母さんその感じのことをあと弟が生まれたんですよねあで、まあ、今おっしゃってたみたいに本当夜も人工呼吸器入ってた子だったんで、まあ、タン取りしなきゃいけないとか、うんうんそうだよね、結構肺から出血しちゃったりして何回か病院に運ばれたりした子だったんで本当にそばが離れられなかったっていうところで、うんでその子の時間に結構時間を取ってあげたいなと思ってたんでちょっと長時間の訪問にしてたんですけどその間にもうお母さんとその弟と公園に遊びに行ってもらったりとか、うん、もう好きに買い物してもらったりとか逆に本当昼寝してもらったりとかしてて、うん、なので家に私とその子だけ2人で残されるとかって結構あって、うん、でもそれってきっとやっぱ信用してもらえないとできないことだと思うので、そうだよね、うんうん、信用を得てやってたわけですね信用を得てくれたのか分かんないですけどでもなんか本当にその1日の24時間の2時間でさえ、うん、多分ご家族にとったらすごく大事な時間だと思うんですよね、うん、1回忘れてるわけでは絶対ないと思うんですけどそばを離れて好きなことができるってすごい重要な時間だなって私は思ってて、うん、それも本当に小児科の醍醐味というか、うん、ご家族のケアとレスパイトってすごく大事なことだと私は思ってて、うん、なので本当にそういう時間を作ってほしいなって思ってますね親御さんたちに、うん、で、まあ、最終的には、亡くなってしまったんですけど私とお母さんが見てる前で息引き取ったんですけど、うん、あ、そうなの。でもなんかあれですねお母さんは多分すごく頑張って来たと思うので、うん、お父さんは間に合わなかったんですけど、うん、なんか私と一緒に見とれてよかったってちょっと泣きそうになるんですけど、うん、って言っていただいた時のなんか忘れないですねその言葉は、うん、そうだよね、うん、まあでもねそういうなんて言うんだろう、うん、お仕事ってねまあやめられないわけじゃないですかこれからも ね、はい、そうですねサービスの向上とかね、はいうん、そう思っちゃうよね、うんうんなんか以前ね、すごいね電話で付き合ってたね、お付き合いしてた男の子がいてね、はい、その子がやっぱりね寝たきりだったの、うん、でオートバイ乗りたいって言ってねあれ何歳だったかな15歳ぐらいだったのかな、で俺ちょうどバイク乗ってた時だったんでね、うん、若い時でねしたらね太志さんと一緒にバイク乗るの、ね、楽しみですって言ってね僕は病気治して骨肉腫だったんでね、
で膝に大きなのできててね、うんうんうん、それで僕はこうですって言ってね、うん、それで俺バイクの本とかさ送ってあげてね、うんうん、してちょうど休みの日使ってね遊びに行ったんだよね、うん、そしたらねあの行ったその日のね、うん、でちょうど寝たんでねお母さんと2人で出て、うん、で少しお母さんと喋って俺帰ってきたの、うん、そしたらね次の日の朝ね7時ぐらいに電話来てねあのいや昨日あのあとね30分後に見に行ったら、うん、そんなに寝ることないので、うんうんあの見に行ったらね息引き取ってましたって多分彼は小泉さん来るの待ってたんだと思いますって言ってねやっぱそれもね忘れないよね、はい、あれが最後だったんだと思ったらね、うん、そういうね非常に大事な仕事ですよね結構そういうことってあったりするんですよね、うんうん、なんか自分たちが行ったりとか遠方からご家族が来たその次の日に亡くなるとかって結構あったりして、うん、いやここにねあなたの人生の、はい便に関わらせていただき素敵な記憶として残ってほしいって書いてあるのでもう本当その通りのお仕事をされてるんだなって思います多分ご本人は亡くなるけどずっと多分覚えてるだろうし、うん、ご家族だって特別な存在になると思うんですよねそうね、うん、かけがえのない存在、うん、すごいお仕事だなと思ってこういう展開になるとはねなんかそのすごい一つかんあのいいエピソードがあったんですけども、うんはいまあ、やっぱり仕事してる中でたくさんの方々をこう見取ってきたのもあるんですけど、うんまあ、見取りをしたおばあちゃんとかおじいちゃんの、まあ、息子とか娘さんですかね、うんまあ、その方たちが自分が本当にどうした年を取って困った時に見てほしいって言われた時あなんか親子の世代にわたって頼まれた時のこう、うん、なんていうんですかねそうだねその喜びがすごくやっぱり訪問看護の醍醐味だなって強く思ってますね、うんうん、かっこいいねいや、うん、そうですか、はい、ちょっと我々の知らない世界っていうかね本当これは知らない世界ですよね、うん、お話をお伺いしないと、うん、でもすごい世界だし知ってよかった知れてよかったと思うし、ね、必要な情報だったりそうです、ね、これから自分のことかもしれないし、うん、自分の親のことかもしれないし、うん、本当だよねしかもね、うん、自分たちの時間を見てほしいなんて ね、まあ、最大のね本当にそれはありがたい限りの言葉で、うんうん、これお時間が決まってるんですけど、はいはい、営業時間って書かれてますけどこれ夜中とかはあと24時間対応してますねあやっぱり、ね、あこれ書いてる緊急時24時間対応、うん、ただこれ地区は決まってるんだね中央区西区決まってるんですけど大体そこまで決まってないというか、うん、割と南区とかも行ってたりはするんです、ね、あそうなのうーんいやーで特に子どもさんのねこういう訪問看護が少ないって聞いたので、はいまあ、圧倒的にねご年配の方が多いと思うんですけど、うんうんでもやっぱり子供さんでも困ってる方いらっしゃるしそうですね、うん、たくさんいらっしゃると思います、うん、本当に、うん、ケアマネージャーさんとかこう、はい、連携してこうプランって言わないんですかね治療内容そうですねケアマネーさんとは結構、はい、密に連絡を取るようにしてて、うんうん、何かその患者さんに変化があったりとか、はい、こういうことに困ってるとかって、うん、多分私たちの方がきっと日々見てるところもあると思うので、うん、私たちが知らないところは逆に教えてほしいし、うん、お互いやっぱりそこ共有をしてった方が、うん、その方のもっといいより良い生活につながるなと思ってて、うん、結構細かい連絡はするようにしてますねこれ札幌のこういうね訪問看護の現状ってどうなんですかなんか数が多いとかさステーション自体はめちゃめちゃあるんですよね、うん、あめちゃめちゃあるのかなりの数があって、うんまあうんとまあ、でもいろいろですねそれだけ需要があるってこと需要は多分あると思います、うん、あとはずっと継続し続けていけるかどうかっていうところですよね、うん、この事業所事業所ですね、うん、職員の確保もそうなんですけど、はい うん、あと利用者さんがちゃんといるかとか、うん、そうですね、うん、今スタッフさんって何人ぐらいいらっしゃるんですかスタッフうち本当最低人数で今やってるんですけど立ち上げたばっかりなんで、うんうん、あ5月だったねはい5月ですあ今年の5月そうなんです5月なんですよねでも志を感じるよね、うん、子供さんとかね、うん、やっぱり本当に、うん、多分手の薄いところにね多分、うん、ね特化してやってるのかなって、う
知らないっていうお母さんとかもいるんですか、こういう訪問介護を利用するって言葉あってますか。多分お母さんは、自宅に帰って医療ケアが必要であれば先生からきっとその話が出てくると思うんですけど、なるほどね、はい、ただいろんな方に聞くのが結構あの本当に信用できて頼めるステーションがないっていうのは、ご家族からも聞きますし、ケアマネさんとかからもやっぱり話が出てきたりはするんですよね。なので本当に信用してもらったからには絶対裏切りたくないなって気持ちが結構あるので、利用者さんは病院から矢崎さんの方にこういう方がいるんだけどって依頼が来るんですか。利用者さんが、ご家族が自ら探される人もいますね。あとはあのそうだね、医療連携室とかに頼んで、ソーシャルさんにあの探してもらうようにするとか、結構あの依頼先は多様ではあるんですけど。そっか、ソーシャルワーカーさんとかが退院するときに ご紹介というか、教えていただいて、でもね、なんかね、知らないことっていっぱいあるなと思ってね、本当に身近なことなのにね。確かに、そのそういう患者さんとか家族がいないとわからない世界じゃないですか。そうですね、だからなかなかお話聞くことがないので、こういうお話を、そうね、俺あの父親がね、半身あの脳一血で半身不随で、言葉が喋れないで、まあ失語症で、33年間かな、でもね、自分のこと全部自分でできたんですよ。だからあんまり手かからなかったんですね。ゼロではないんですけども、でもね、あんまり手かからなかったので、で後半は本人の希望で施設に入ったので、本当に何だろう、一緒に住んでたけどあまりそういう苦労をしたことがなかったんですよね。あれが寝たきりになったりね、常に何かがね、こう必要なものことになった時は結構大変だったのかなと思ってね。あと認知症の方とかね、そうですね、いろいろとね。私あの歯科衛生士なので、こう見えてもそうね介護施設とかにあの口腔ケアとかでお邪魔をしに行った時に、胃ろうをされてる方の、口腔内ってどういう状況なのかって自分で分かってるつもりだったんですけど、さっきお話聞いて、こう自宅で胃ろうもうそのまま継続できるっていうのを私勉強不足で知らなくて、今ってすごい進んだんだなって思って。あ、前は必ず病院だったの、私の記憶の中では。でも自宅で全然できるんですね。そうですね、医療今、逆になんか今だと、ほぼほぼいろいろなことができると思いますね。点滴もできますし、輸血もできますし、がんの末期の方飲み取るのに、あの麻薬点滴とかもしますし、なので本当に病院じゃなくて自宅で最後を迎えるってことの方に今後結構着目が集まってるじゃないですか、コロナの時代もあるんで、そうだよね、入院してなくても同じケアはできるんですよね。あれ勝手なこと言いますけどね、なんか病院ってほら衛生的な面からなのか、大体無機質なね、室内じゃないですか、あれもうちょっとなんかトロピカルな感じにならないのかなとかね。無機質からトロピカル。いやこれ本当に素人で全く申し訳ないんだけどね。あのいやなんかほら入っててさ、あの幸せを感じる病室とかね。あなんかね、小児の病棟とかね、よく可愛いね。結構可愛いね。けどそれはまあだけどトロピカルね。まあなんか優しい気持ちになれる、こう優しい色とか使ってほしいですよね。なんかね、あったかい色、あったかい色とかさ、例えば俺はヤシの木があったらいいなと思うんですよ。やっぱトロピカルに行くんですね。トロピカルがいいなと思うんだけど、ヤシの木、でもなんか訪問だと、例えば最後結構意識がなくなってきたとしても、その方が好きだったお香を焚いてあげたりとか、音楽流してあげたりとか、あと本当一番痛いところで痛い部屋とか、使ってずっと使ってたベッドとか、その方がそう生きてきた証っていうんですかね、それをこう最後までやってあげられるっていうのが病院ではできないことだと思うので。そうだよね、やっぱりね、最後できるならば自分の自宅でってね、思うし、うちの祖母が飼ってた犬に会いたくて会いたくて、でも会えない、病院に連れていくわけにももちろんいかないし、未だに考える時はありますね。会いたかったのに会わせてあげられなかったなって、ずっと遺族、残された家族ってずっとそれを思うので、
それがこうお家で最後を見とれるんだったら、 その思いがちょっと少なくなるかも、病院で見とる。そうですね、うん、そう考えるとやっぱりご家族には、うん、その式が近づくにつれて、うん、最後に何をしてあげたいですかとか、うん、一緒に何をしたいですかっていうのを必ずきちんと話し合って、うん、散歩に出たいって方がいたら、うん、まあ、ちゃんと酸素とかも全部準備した上で、うん、車椅子でお外に出たりとか、はい、あとはもう、あの気道もだいぶその嚥下の状態悪くても、うん、すごいお寿司が好きな方だったら、うん、まあ、あの私とかがちゃんと一緒にいる中で食べてもらったりとか。そっか、誤嚥性肺炎になったら大変ですもんね。そうですね、なので見守りのもと、うん、まあ、食べたいものを食べさせてあげるとか、うん、本当にやりたいことを可能な限りでこうやってあげたいっていう私の気持ちもあるので、うん、もう本当先生とそこは相談しますけど、うん、食べるものってね大事ですから ね本当に本当生活の質を上げたいって、ここに、うん、はい、豊かなものにしたいって、うん、この志の中に書いてあるので、その通りのことされてるんだなと思います、矢口さんは、ね、うん、いや、さっきの話でね、俺あの父親を見とる時に、あの心臓止まって、あ、呼吸止まってね、心臓がだんだん心拍落ちてくじゃないですか、うん、で40から20いくつまで降りた時、した時に、うん、うちのおばがね、俺は太しいって言ってね、あんたはあの iPod にね、俺の父親の好きな曲を入れてね、うん、で聴けるようにしてたんですよ。でそれたまたまそれがその時電池切れたかバッテリー切れたかなんかでね、スマホの中に入ってた曲、スマホにも全部入れてたの、うんうんうん、で車でも聴けるようにしたり、はい、そしたら俺あの父親カラオケがすごい上手な人でね、うん、あの三橋美智也とかねよく歌ってたんですよ。でそういう曲好きなのかなと思ったら、それで全然心拍数上がんなくてねでどん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 こう下がってって、でね、どんどんこういろんな曲変えてってね、石原裕次郎さんかかったの、はい、そしたら、ね、心拍数40いくつまで戻ってね、そうで看護師さんがね、うん、お父さんちゃんと聞いてくれてますねって言ってね、あ、うん、だからやっぱりさっきのね、好きなものをね、はい、うん、場所とか曲とかね、なんかいろんなことをちゃんとこう仕立ててあげるっていうのもね、いやすごい大事だなと思ってね、うん、うん、ね、病院にできない、病院にいたらできないことですもんね。そうですね、そう、ね、うん、そう、だからね、あ、なんかちょっと今日はねそういうあのお話いろいろと聞けてよかったです。うん、ありがとうございます。本当にね、で、あの、その訪問看護ステーションでね、将来どういう自分の中で目標とかさ、ビジョンとか、なんかこういうふうなものを作っていきたいっていうのをね、また北海道ならではとかさ、なんかそういうのがあったら最後に聞かせてほしいなと思うんですけど。そうですね、自分のステーションとしてはやっぱり私も苦手分野ってたくさんあるし、完璧な人間じゃないですし、それぞれのこうプロフェッショナルを生かせたステーションができたらいいなって私は思ってるんですよね。ただ、軸としては、まあ、パンフレットにも載せてるんですけど、あの本当に主体は私たちではなく患者さんご家族であって、うん、そこを最高潮までじゃないですけど、どこまで叶えてあげられるかっていうのは私たちの力であって、あとやっぱ他の職種の連携でもあると思うので、もうここは最大限お手伝いさせていただきたいなって思ってますね。なのでそれは、後々ちょっと事業所が大きくなるにつれて、みんながそういう志を持っていってほしいなっていうのと、で私は多分ブレることはないので、うん、そこは絶対継続していきたい。あと本当に、本当の意味で信用してもらえる事業所を作りたいなって思ってます。そうですよね、はい、まあそれ日々の積み重ねしかないですからね。いや本当そうですね、うん、コツコツとあの正しくやっていけたらいいなと思ってますね、うん、いやこれあのあれですよね、まあ、あの実は矢崎さんにはもともと話したのはキャスターやらないかなと思って、はいはい、話して、それででも話聞いたら、あ、小児科のねその訪問やってるっていうので、あ、それはちょっと一回お聞きしたいなって思ったので、まあ、いろんな形でねこれからあの関わっていただければありがたいなと思いますし、はい、やっぱりいい情報があればまた発信する、うん、ことも手伝っていただきたいし、でもう一つですね、これ、ミスコン改革って言ってボジョレクイーンコンテスト、そう、はい、もうちょっとですねボジョレ、来月これ、ね、ミスセレブリティジャパン、うん、これこのそういうこともやってるんですよ。これ何ですか。これは、うん、11月17日の木曜日にロイトン札幌で開かれるコンテストだったんですけど、
女性が出る幅がすごく広くて、うん、20歳から70歳までの方、うん、あそうなの、ね、70歳までの方で、まあ、結婚されてるされてないお子さんがいるいないも関係なく、はい、まあ、国籍も関係なく本当にどなたでも出れるっていうところがあるんですけど、あとはあれですね、大体コンテストってきっとコンテストに出たらもう終わりっていう感じが結構多いんですけど、うん、ボジョレーは割と懇親会があったりとか、まあ、スポンサーの方と関わる機会もあったりしてて、あの自分のコンテストに出たっていう自信だけじゃなくって、いろんな方と関われてもっと人生が豊かになるっていうのが本当は結構名目で、まあ、その公には歌ってはいないんですけど、そういう気持ちの上でやっぱやってるコンテストで、まあ、お母さんであっても、まあ、輝ける場所を作りたいっていうのがあって、今私はそちらに関わらせていただいてるんですよね。モデルマネジメントとか書いてるからね、うん、企画運営、はい、いや横田さんどうなんですか。いやだって出ないんでしょ。私は出ない出ないんだよね。だからそれに横田さんいいのかなと思ってね、大丈夫かなと思って、はい、エントリーだどなたか本当出ていただけた横田さん。いや、うん、あのいやそう、まあちょっと微妙な空気になってたんですけど、ね、はい、でもあのそういうこともやっていて、で前にね俺ねあのちょっと思い出したんですけど、あの美香子さんのさあのクリニックでね、はい、ほらあのファッションショー、ファッションショー、シニアのファッションショー、シニアのファッションショー、はい、あれもね素敵だったんですよ、うん、あれもなかなか楽しい人生 の, いあのその人の人生にちょっと携われるようなファッションショーっていうかイベントだとは思うんですけどね、まあ、それこそあの入れ歯の専門のクリニックなんでね。いやだから今日がっつり戻していいですか話を。どうぞ。その入れ歯ってやっぱりお年寄りがメインなので使う方が、うん、だから私はその小児のこともそうなんですけど、そのお年寄りのその看取り、はい、すいません急に話をして、どうぞどうぞ、そこの話を今日聞けたのがすごく、うん、あのためになったっていうのと、あと今後その老人がもっともっと増えていって、はいはい、でやっぱりお一人で住んでる方、うん、ご家族がいなくて一人で最後を家で迎えるっていう人も増えてくると思うんですね、はい、でお子さんはのこともそうだけど、お年寄りのことでこれからこう気をつけていくとか考えてることってなんかないのかなと思って今日聞いてみたいなと思います。あ、なるほどね。そうですね、お子さんをメインにはしてるんですけど、うん、実は全てのうん、科に回れるというか、うん、そうですよね。精神科も行きますし、精神科ってそのやっぱり年齢が結構多種多様で、うん、若い方もいますし、うん、ちょっとお年寄りの方もいますし、うん、まあ一人暮らしの方いたとしたら、うん、それこそちょっと施設と連携しながらですね、うん、施設にまあいてもらってそこに訪問入るっていう形にして、過去を振り返ると本当に最後までお一人だった方はいるんですけど、あそういう場合はあのこちらで鍵を預かって、あでも週、はい、心配な病状の時は週に何回か増やして、うん、結構時間差で見に行ったりとか、うん、こうなんかやろうと思えば病院と連携すれば結構いかようにでもなれるというか、うん、もう本当にご家族がいない方って結構いらっしゃるので、うん、私たちが全面的にも本当に見ていくって感じに、うんなってる方もいましたね。なんか後見人の問題とか、はいはい、いろいろ出てくると思うんですよね。お年寄りはやっぱり最後が必ず来るから、はい、うん、そこに向けてこう医療のことだけじゃなくて、もしかしていろんなことをこれからもやっていかれるのかなって、はい、後見人をいらっしゃる方もいますね、うん、なのでそちらの方ともやっぱり私はちゃんとお会いして話したりとかして、うんうんうん、もし本当に、まあ、病状悪くなったらどうしますかっていう話を、うん、まあ、ご本人がいなかったとしてもちょっとお互いイメージして、うん、今後についての見通しをやっぱ私たちも考えていかなきゃいけないので、そこがすごく連携が大事なんですよね、うん、私たちステーションがその主にあったとしても、うん、私たちだけでやっぱ全てはできないので、うん、本当に協力し合ってっていう感じですね、うん、なんか医療だけじゃなくて、はい、結構いろんな方向から見ていかなきゃいけないお仕事ですね。これお問い合わせしたらね、これ矢崎さんが対応してくれるの？
私が対応します。あ、そうだね。いや今日ね、あのちょっと聞いたんですよ、そういう介護全般のコンサルというかね、自分でも施設やってて、はいはい、その方の話聞いたらやっぱりいろんなことをちゃんと全部やってるんですよ、うん、だからまず相談してくださいって言って、その中にお客さんもいらっしゃって、本当に何聞いてもね親切に教えてくれて、うん、母をこう介護してるんですけどね、すごい助かったって言って、うん、だからまずねお電話かけて相談していただきたいってその方も言われてたんですよ、うん、はい、だから今回の件もそうですよね、まず電話ね、どんなことでも相談してもらって、うん、そうですね、はい、うん、っていうことですよね、はい、はい、そうか、相談に乗ってもらってこう聞いてもらえるっていうだけでもかなり気持ちとか心はね、だいぶ違いますよね、違いますもんね、うん、やっぱ相談できる場所があるっていうのはね大事なんですよ、うんうん、そうですね、うん、だからね、ちょっとなんかねお困りの方とかいればぜひ矢崎梨沙さんに、はい、相談していただければ、ノースヒューマンザセラビー、はい、セラビー、ね、ラビー、ラビー、うん、にあのご相談いただければなと思います。はい、はい、いや、もう私はぶれないんですって今噛んじゃいましたけど、この美しい顔でぶれないんですって本当に芯がバンってある方、そう、はい、だから安心できるのかもしれない。うん、まずは、うん、さっきの鍵を預けられるっていうのはね、よっぽどの信頼がないと ね、鍵預けてもらえないですからね。うん、だからこれからもね、さらにあの札幌中心にね、はい、北海道でますます活躍していただきたいですし、なんかあの言い残すことないですか？言い残すことですか？いや、いっぱいありますけど、うん、まあ、またこれからね出る機会もありますからね、はい、うん、まあ、でもその私は多分好きで看護師にもなってるので、はい、なので仕事を苦痛に感じたことが本当になくって、なるほど、はい、うちの娘も楽しくやってます。うちの娘も看護学科行ってますからね。あ、そうなんですか。娘一番下ね、19歳の娘でね、はい、今ね一律のね看護学科行ってるんですよ。看護学科に行ってて、まあ、将来看護師さんになるのか、まあ、元々助産師さんになりたいとかって言ってたんですけどね、今日のね矢崎さんの話なんかね、あ、私一つ言いたいことありますって言ったら、はい、あの私も看護学校通ってた時に思ったんですけど、訪問に携わることってほぼないんですよね。はい、実習とかはあるらしいんです。私自身は学生時代行ったことなかったんですけど、訪問看護っていうものが、多分昔からあるので割と年配の方が行くとか、そういう印象でしたね。病棟とかに疲れちゃって訪問行くとかっていうイメージが結構やっぱあるみたいで、でも実は訪問ってすごい私は素晴らしいものだなって思ってるので、またあの病院では体験できないこととか、あとあちらから断られない限りはその関係性がずっと続くんですよ、うん、関わり合いが本当に一生になるので。そうだよね、うん、そこがすごい。さよならとかじゃないですもんね、うん、そして担当の、ね、看護師さんまた変わるとかないもんね、うん、ないですよね、まあ、担当の看護師はたくさんいろいろ行ったにしても、うん、あの本当にその方が訪問終了とかに、まあ、良くなって終了とかにならない限りは関わりが本当に一生続くっていうところで、うん、すごいやっぱり人っていう部分が大事となってくると思うんですよね、うん、なのでそれを私はもっとこう若い世代に伝えたいなと思ってて、なので後々は、うん、例えば中学生とか高校生とかにあの訪問看護のなんていうんですかね、そのセミナーじゃないですけど、うん、まあ、無料とかでもそのお話ししたりとか、利用者さんが良ければその体験に一緒に回るとか、何かしらのそういう今の今後の子たちの働きかけができればいいなって思ってます。なるほど、うん、それもまたいいビジョンです ね、はい、ね、娘さんどうですかね、矢崎さんに、うん、なんかね、体験実習じゃないですけど、うん、お話聞いたりいろんな経験談を聞くと選択肢が増えますから ね選択肢もあると思って、うんうん、本当にいろんなね看護師さんいますからね、うんうん、だから、うん、いやちょっと言っときますよ、うん、まあ、このねお父様の番組を見るかどうかは別としてね。あ、見てないんですか？わかんないハードユーザーじゃないんですね。ハードユーザーじゃないかもしれない、うん、でも、まあ、あのちょっとね一回伝えて一回話を聞いてもらいたいなと思います、はい、その先生どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。美香子さん、思い残すことない？私ですか、うん、いや思い残すこと、いや、 やっぱりあの私その入れ歯の、はい、のところで働いてるので、こう顔のバランスとかを見るんですよ、左右で、歯が合わない方って型紙だったりするから顔が歪んだりとかいろいろするんですけど、うん、矢崎さんね、正面から見ても横から見ても完璧なんですよね。あ、そうなの？パーツの比率が、これを本当の美人って言うんですよ。あ、そういうこと？が言い残したか今言えたからもう何も言い残すことはありません。これは
居心地がいい顔をされてます。居心地がいい顔ね。そう、非対称だとちょっとね、精神的にちょっと。あ、でもあれですね、着目ポイントが多分そっちがなりますよね、きっと。バランスなんですよね、うんうんうん、っていう、もう言えたから満足です。満足ですか、はい。そっか、そうですね、私は鼻が高い方だなってね見てましたけども、はい。でも本当にこれからね、またぜひまた出ていきたいと思いますし、はい、ぜひね、その訪問看護の世界で、ちょっとね、こうとんがったっていうかね、キラッと光るそういった存在になっていただきたいなと、はい、今日はちょっと思いました、はいはい、頑張り続けていきたいと思います、はい、ぜひ。なんかね、ちょっとこう現場はなかなか行けないかも、見れないかもしれないですけども、うん、うちのね、あのバンジー横田さんってね、ロケ好きなんですよ。はいはい、もうね、本当に好きですよね。どこでも行くんですよ。あ、じゃあちょっとうちの事務所にロケに来ていただいて。いいです全然大丈夫です。うん、あのもうね、どこでも行くんです。もう大変ですよ車出す身としてはね、はい。あ、そうだ、初めての冬ですもんね。6月5月に、はいはい、5月開業されたということで、初めての冬になるから、あちこちね移動されると思うので、うん、特にね、去年みたいな雪だったら大変ですからね。だからちょっと気をつけて、うん、そうです。去年も私でもステーションで働いてたんですよ、はい、自分で立ち上げる前に。はいはい、20回ぐらい埋まりましたね。あ、だよね気をつけて、うん、いや本当にこれからますますのご活躍を楽しみにしております、はいね、はい、ありがとうございました、はい。以上、こちらチャンネル桜北海道でした。明日もどうぞご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。